間生物とは、一つ無敵なり、二つ決して老いたりせず、三つ決して死ぬことはない、四つあらゆる生物の能力を兼ね備え、しかもその能力を上回る。そしてその形はギリシャの彫刻のように美しさを基本形とする。やつを倒す方法はもう何もない。何一つ弱点はない。もう人間には波紋でも太陽でもあの生物は殺せない。終了。スモーキー、お前はここまでだ。振っちゃっていいの？え？いいの？いいの？え？え？いいの？どうぞ。え？不思議だねの声真似してください。無理です。無理ですはねえだろ。はい、もしもし。え？もしもし、こんにちは。こんにちは。はい、今日何しに来てくれたんですか？え、いや、あの、ちょっとキャスに出て。キャス見てて。ありがとう、明けおめイエーイ。はい、もしもーし。あ、もしもし。あ、こんにちは。こんにちは。わ、なんだお前、ショタカテルシみたいな声しやがって。え、どこが？あ、すいません。今日はですね、あの、ピーマルさんとですね。え、待って、聞いたことある声なんだけど。はい、何？聞いたことある声。聞いたことある声なんだけど。こんにちは。あ、さっき電話しなかったっけ？あ、してたかも。あ、してましたがね。2回目、はい、?2 回目？すぐ切られちゃったから。あ、え、ごめーん。ごめん、仲直りしよう。え？仲直りしよう。あ、はい。はい。テンション低いやんけ。いや、あの、親にバレないようにこっそりやってるんで。そうなんだ。今日何しに来てくれたの？いや、話したくて、あの。話したいの？話そう。はい。どうしたの？いや、なんか、ずっとなんか動画見てて、なんかいつも面白いなって友達と話してたりしてるんで。あ、友達と話してくれてんの？あなた彼女、間違えた、彼氏いる？いません。いません、一緒。もしもし。こんにちは。こんにちはっす。え、本物ですか？あ、え、本物っす。本物っす。え、出ると思わんかった。あ、そうなんだ。こんばんは。こんにちは。こんばんは。おはよう。え、なになに？じゃあ今日は何しに来てくれたのかな？あ、ピカチュウのモノマネ一緒にしましょう。あ、いいですよ。で、一緒に会話しましょう。ピカチュウで。ビカビカ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 。俺より上手いとかふざけんなよ。もしもーし。お、ちょっと、ハウってるぞ。マジで？マジ。かぐやいるなってマジ？はい、もしもーし。聞こえてるよ、母？え、ピーマルさん？ピーマルは母？うそ。母？今日は何しに来てくれたの、母？待って、あの、なんかお題出してください。お題？じゃあ、ドナルド？もしもーし。もしもし。ありあ、2回目ありあり。うん。え、何しよう。何する？あれ、罰ゲームありのなんか。罰ゲームありのなんか？うん、あ、待って、ビデオになった。オッケー。大丈夫、ビデオになってもビデオにならないから。じゃあ、なんかお願いします。あ、なんかお願いする。はい。じゃあ、やった！コーヒー、マンコー、ヒーライター、お願いします。やった！コーヒー、マンコー、ヒーライター！ちょっと。2回目はなしにしよっか。
や、バグんだよな。バグるんだよ。もしもし。もしもし。こんにちは、2回目？いや、初めてです。はじめまして。はい、初めてです。え？2回目？2回目？え？2回目じゃない？え、ごめんなさい、なんて？あ、2回目じゃない？2回目じゃないです。あ、今日何しに来てくれたの？ちょっとだけ声真似させてください。うわ、声真似大好き。声真似マネー3219。せーのだせ。あ、間違えた。爆笑。はい、どうもー。お。おっす。おっす。おっす。どうしたの？羽織ってないよー。あー、じゃあちょっと声真似やらせてもらいます。おー、声真似まで3219。あ、はー、もちとつおい。いけない。もしもし。もしもし。もしもし。はい、あ、2回目。イエーイ。おー、うぃすうぃす。あ、羽織ってる、羽織ってる。血液型は大型ですね。違います。もしもし。もしもし。え、もしもし、聞こえる？もしもし。おい、勘弁してくれよ。勘弁してくれよ。あー、2回目取れないっすね、2回目は。あー、2回目取れね。はい、もしもし。はい、もしもし。あ、こんにちは、スー。こんにちは。おい、今日は何してくれたの？え、なんか、お話普通にしようと思ったにしよう。わー、おらとお話する？するー。わ、じゃあ、何する？なんでも。なんでも？なんでも。え、何がいい？なんでも。あきおめ。こんにちは。え、なに？オナニーしないでください。オナニーしないでください。僕はこれ面白いと思って見ることできないですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。こんなところで、俺はディアボロだぞ。こんな奴に真実に到達することは決して。このガキが、一体何をやったのか、俺にはよく見えなかったし、わからなかったが、とにかく、ボスのキングクリムゾーンをついに倒した。確かローマのティベル川にいて。ちょっと待って、どこかに浮かんできてる。あの想像を絶する苦痛は、あいつの死体は確認しないと、発信できない。いや、おいこら、探す必要はない。全てはもう分かっている。何なんだろう。さっきから変だ。やつはもうどこへも向かうことはない。これは特にやつネットで遊ぼう。あのゴーストエクスペリエンスのクリエムの今回なんとその縮めたのにちゃんと進行中のスレイン。うずく待って、おじさんお腹痛いの？作地縁の実験をしました。それが自分の動きにどれくらいのゴーストエクスペリエンスレクイエム。今回はそれから要因を減らすため朝方にやってます。何回死ぬんだ。次はどこから、いつ襲ってくるんだ。
炎上事件に関しては若干リンクを踏み込んでいます。炎上事件は新しいネタを探す傾向が強いので、こういう結果になったのかもしれませんが、結果的に大きな効果は得られませんでした。これは予測ですが、発言者の名前、例えばヒカキンがついに、ついにやったのね、私たちなのね、勝ったのは、ついに今回分かったことは、おい、急ごうぜ、コロッセオに戻るんだ。ブチャラティも魂は戻ったが、肉体は負傷してる。コロッセオで、俺たちがどうなったか気持ちが煮立ってるはずだ。行くぞ、ジェルノ、俺、コロッセオに行くんだよ。ブチャラティを治療して、故郷に帰ろうぜ。今、行くよ。ああ。いじめられる方に原因がある。いじめられる方に原因があるだとふざけるな、こういう意見って多いですよね。でも私が思うのは、いじめってのは原因や環境に基づき発生すると思ってます。自然災害じゃないんです。芸能人がよく自分はいじめられてましたなんて告白してますけど、それだけじゃ意味ないんですよ。ぶっちゃけいじめてる側もいじめられてる側に対してもそんなに大したアプローチにはならないと思います。ほとんどのいじめてる側の人間はそういう説教や体験談を聞いて、ああいじめって悪いことなんだ、やめなきゃかっこ使命感みたいになんて思わないんだ。だからこの動画はいじめをやめよう、撲滅しましょうって動画じゃないです。この動画はどうやったら自分がいじめを回避できるかの技術を提供する動画です。どうしていじめられたか、どういうところが原因だったか、そこが重要です。まずいじめのメカニズムから知りましょう。いじめというのは基本的にある日突然突発的に発生することは少ないです。いじめる側も人間なので、ある日突然ぶん殴ったりすることはありません。いじめられた側が突然と思っていたとしても、それは勘違いです。突然のケースは非常に少ない。まずは様子見、偵察から入るのが基本です。あいつ毛深いんだけど、あいつの耳の動き超笑える、この程度なら周りから見てもまだきついジョークというレベルです。いじりの段階ですね。言われた本人は嫌な気持ちになりますが、まだ具体的に被害に遭ったってわけじゃないので、ほとんどが苦笑いで終わりにしてしまいます。だんだん集団でわざと本人に聞こえるように、より過激で行動に出て発言もエスカレートしていきます。いじめで重要なのは様子見、偵察段階で対応することです。最初にからかわれた時点で、お前に言われる筋合いはない、ふざけんなという目に見える拒絶をすることです。私の知ってる事例をいくつか紹介しましょう。私もいじめを受けそうになったことがあります。私はとても色が白いです。そして外人のような顔をしてます。当時マイケル・ジャクソンが流行っていたので、マイケル・ジャクソンみたいだとからかわれていました。そしてこのままじゃいじめられるなと思いました。なので私は家でムーンウォークを相当練習しました。そして極まった時、色が白いことをからかわれた瞬間、ムーンウォークを披露して笑いに変えてしまいました。かなり大爆笑でした。また外人っぽいといじられた時は、急に英語で話し出したり、教師に当てられてわざと英語で答えるなんていうバカなこともしました。これも中学生のバカな時だったので、かなりヒットしました。これによってピタリといじめは止まり、いじめようとしていた側の子ともなぜか仲良くなり、一緒に休みの日にゲームをして遊ぶようになりました。ただちょっと笑いに変える方法は難しいので、おすすめはできません。事例から学んでほしい重要なところは、いじめはエスカレートしきってしまう前の早めの兆候の段階で反撃することが重要で、大きな声で言い返したりするだけでいいです。報復する力、反撃する力があると認識されればいじめはなくなります。そのままにするのが一番まずいです。あとはそもそもターゲットにされない方法として、力があるように見せること、例えば体を鍛える、これによって自分に自信がつくし、おどおどした対応がなくなります。女性の場合だと周りに馴染むこと、突出しないこと、個性を出さないこと、これが重要だと思います。何度も言いますが、いじめや兆候が見える段階で即応することが大事です。もういじめられてる場合は私は逃げ出してもいいと思います。学生生活っていうのは案外短いし、死ぬような問題じゃないと思う。そして最後に教師のあなたへ、必要なのは憲法9条ではなく、反抗する力と交渉力だと思います。